鹿児島の山口農園機構です。今日は便利屋猫の手さんの現場に来ました。ハスクバーナーの3120、このチェーンソーを使う現場を撮影したいと思います。ということで、今回はリベンジ動画です。前回はバーの長さが40インチ約1メーターでしたが、今回はそれより長い50インチ1メーター20センチのバーで切っていきます。切る前にマキタのチェーンソーで余分な枝を切り落としていきます。マキタのチェーンソーは充電式で操作も簡単なので、高いところの作業にも便利です。枝を切り落としたら早速切り倒します。ハスクバーナーのチェーンソーはスマートスタートが搭載され、高い防振性能とエルゴノミックスのおかげで、大型チェーンソーですが簡単に始動し作業もこなせるチェーンソーです。前回はチルホールを使ってワイヤーで倒す方向を調整しましたが、今回はユンボで倒す方向を調整します。
かがだったでしょうか。ご購入ご検討のほどよろしくお願いします。山口農園機構でした。